皆さんこんにちは、現役産婦人科医師の桃城一恵子です。皆さんはオルガスムというものをご存知ですか？絶頂などと言われることもありますが、女性も男性も感じることがある感覚のことです。今日はこのオルガスムについてのお話をしていきたいと思います。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。そもそものところ、オルガスムの利点というところについてからお話ししていきますね。男性がオルガスムに至る利点は分かりやすいですね。子孫を残すために妊娠を成立させることを目的とした場合、オルガスムとともに精子を送り込むことで妊娠につながる可能性が考えられます。では、女性のオルガスムの目的ってどういうものでしょうか？女性のオルガスムの目的についてですが、実は明確な目的っていうのが科学的にはよく分かっていません。もちろん体で行われている活動の中でも、明確な目的が分かっていない活動は他にも知られていますし、人間にある特性の中でも進化において利点があるのかどうかよく分からないというものもたくさんあります。具体的には、身近なところで言うと、先日ご紹介した男性脱毛症といって、ハゲてしまうことの利点であったりとか、脇側といって非常に強い匂いを放つものが必要かどうか、なんていうところがあったりしますよね。進化においてハゲていたり脇側であることに利点があるかというと、必ずしも利点があるとは言い難いところかと思います。それと同じように、女性のオルガスムについてもよく分かっていないことが多いです。2016年の研究では、女性のオルガスムは明らかな進化な利点を持っていないし、オルガスムによってもたらされるホルモンの変化についても、排卵のためには必ずしも必要なものではないと結論付けています。オルガスムがあってもなくても排卵するということですね。ただし、オルガスムがあることによって女性に快感をもたらすことから、女性が性行為をしたいと思うきっかけになるという利点はあるかもしれません。また、性的なパートナーとの絆が深まったり、妊娠に至るのに必要な性行為を行おうっていうモチベーションとなったりっていう効果は期待できます。そうなると、種の存続のための行為を促すということにつながるので、進化の上でも利点と言えるかもしれないですね。オルガスムが起こっている時には、性器への血流が増加することで、性器がより敏感になります。オルガスムによって心拍数や血圧、呼吸数も増加する可能性があります。また、多くの女性でオルガスムの間には、膣のリズミカルな痙攣が起こるとされています。インターネットで調べると、オルガスムに至ることで、肌や髪の毛、その他全身の健康状態に良い影響をもたらす可能性があると記載されている記事を見かけたりするかもしれません。でも実は、オルガスムが特定の健康上の利益をもたらすという科学的な根拠ははっきりとはしなかったり、かなり乏しかったりします。過去の研究からは、女性がオルガスムに至ることの進化におけるメリットや、オルガスムが健康につながるというメリットをはっきりとは解明していないということですね。ただし、オルガスムに至ることそれ自体が喜びにつながるという点では、オルガスム自体にメリットがあると言えるかもしれません。良好な性的な関係を結ぶことによって、パートナーとの関係性が良好となり、ストレスを和らげ、免疫力を高めるといった効果が期待できる可能性があります。ちなみに、妊娠するためにはオルガスムは必ずしも必要なものではありません。オルガスムに至った場合、膣が痙攣することで妊娠しやすくなることにつながるとされる報告もあったりしますが、オルガスムのない性行為であったとしても妊娠することは明らかです。
例えば不妊治療で人工授精といって精子を子宮の中に直接注入して卵子と精子が出会う確率を高めるっていう治療がありますが、この時に特に女性にオルガスムを経験させる必要はありません。超音波などで排卵の時期をあらかじめ予想したり、女性ホルモンのお薬を使って排卵を促す治療を行うとともに、排卵前日から当日を狙って精子を送り込むということを行うだけです。それでも妊娠が成立するということは、オルガスムは必ずしも必要ないと言えるということですね。オルガスムを感じないということについて心理的な問題を抱えている人もいたりします。オルガスムは心理的な反応と身体的な反応の両方がもたらされます。そのため十分に濡れないとか濡れにくいホルモン状況になっている、例えば低用量ピルを飲んでいたり妊娠中だったり出産後とか閉経なんかでホルモンの状態が変化していることがオルガスムに至りにくい原因になっていることもあったりします。その他子宮内膜症などの病気があることによって性行為で痛みを感じることが原因になっていることもあります。オルガスムを感じないもしくは感じたことがないということは必ずしも異常というわけではないということですね。2018年の研究によると、レズビアンの女性の 86% が性行為の時にオルガスムを経験していると報告されています。バイセクシャルの女性の場合は 66%、 異性愛者の女性は 65% だったということです。面白い結果ですね。頻繁にオルガスムを感じた女性には次のようなケースが多かったということです。一つ目がよりたくさんオーラルセックスを受けた、前戯を含めた性行為の時間が長かった、お互いに性行為で気持ちの良いことを話し合えた、性行為の時に愛を表現した、新しい体位を試した。ちなみに海外の報告ではパートナーがオルガスムを感じたのかどうかわからない時にはパートナーに直接聞くと良いと書かれていますが、日本人では性について恥ずかしいとか話し合いたくないと感じている女性も多いことから必ずしも答えはわからないかもしれないですね。ということで今日は女性のオルガスムについてという話題でお話ししてみました。女性のオルガスムは必ずしも必要なものではないですが、女性がオルガスムを経験することによって得られる喜びは、良好なパートナーとの関係を築いていく上でメリットもたくさんあるところです。進化の上で必要どうこうの話でなくても、より良い性生活を送れるようにできるといいですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。